2022年ペナントレースも終了し、フリーエージェント権利獲得した選手は宣言する者もいれば、続々と残留発表する選手も出てきた。それでもフリーエージェント権利を行使すると見られている大物選手は少なくないという見解だ。これは昨年のオフで FA 移籍した選手は中日からソフトバンクに移籍した又吉克樹ただ一人であったことを考えると非常に面白い話である。特に今季は各球団の主力捕手が FA 市場を賑わすと噂されている。そこで本日は FA 権行使する4人の主力捕手の去就について紹介していきたいと思います。西武森友哉、注目度ナンバーワンは何と言っても森友哉だろう。今季は森にしてはやや低調な打棒に終わったが、2019年には打率3割2分9厘で首位打者のタイトルを獲得。シーズン MVP にも輝いた球界を代表する打てる捕手である。また打撃ばかりが注目されがちだが、捕手としても確かな成長を見せている。長く投手陣に課題があるとされてきた西武のチーム防御率はリーグワーストだった昨季の 3.94 から今季はリーグトップの 2.752 まで改善。そこには正捕手森の貢献も大きかったはずだ。もし森が FA 宣言するとなると球界全体の注目を集めるとされるが、獲得予想される球団は本拠地が森の地元大阪であることからもオリックスと予想されている。オリックスは吉田正尚が今オフからメジャー挑戦すると噂されており、左の強打者の獲得は至上命題である。さらにオリックスには森の獲得に意欲的とされる福吉 GM に2021年から森本人も気を許す西武の元編成部門担当者が復帰している。一方でダークホースは何と言っても巨人である。巨人も大城匠、小林誠司と捕手王国ではある一方で、原監督を満足させてないことは明らかである。西武では松井稼頭央新監督との関係も良好なので、全力で主戦捕手を引き止めることは予測されるだろう。果たして森の去就はどのようになっていくのでしょうか。ロッテ田村辰弘、経験値から考えるとロッテの田村辰弘も注目度は高いだろう。田村の2022年シーズンは苦しいシーズンとなった。コンディション不良により開幕2軍スタートとなった。他新型コロナウイルス陽性判定を受けるなどしてわずか2試合の出場にとどまった。高卒ルーキーの松川幸、佐藤俊也ら若手にポジションを奪われた格好となっている。しかし2016年にはベストナインに選出され、石川歩美と共に最優秀バッテリー賞も受賞した実力者である。早くから正捕手となったことから年齢も28歳とまだまだ若い。ロッテに対するチーム愛が強いとも言われるが、出場機会を求めて FA 権を行使する可能性もあるだろう。昨季まで通算841試合に出場し、2016年にはベストナインを獲得している。2018年には全試合出場を果たしたが、プロ10年目を迎えた今季はルーキー松川や佐藤が多くマスクをかぶり、一軍ではわずか2試合の出場に終わった。やはりここで獲得に乗り出す球団は巨人だろう。先ほどもお伝えした通り捕手王国ではある一方で第3の捕手に課題を抱えている。これまで住谷銀次郎という強い後ろ盾がいたが、住谷をトレード放出して以降は成績がガタ落ちである。第3の捕手として田村の経験値はうってつけの人材ではないだろうか。ロッテへの強い愛と出場に飢えた思いがマッチするだろうか。引き出しの豊かなリードが自慢の田村の去就はどのようになっていくのでしょうか。オリックス伏見トライ、オリックスの伏見トライは森ほどではないもののパンチのある打撃と経験豊富な守備が魅力だ。今季最終戦では2安打3打点でチームの大逆転連覇に大きく貢献した活躍も記憶に新しい。
今季オリックスの捕手の中で最多の先発マスクをかぶった伏見は、2連覇に導く経験豊富なリードは魅力的です。そしてここでも巨人は西武の森と並行し、今季76試合に出場した捕手の伏見に注目しているそうです。その伏見は東海大時代は巨人のエースである菅野とバッテリーを組み、2012年ドラフト3位でオリックスに入団。今季はコロナ感染と左太ももの筋損傷の影響で2度2軍落ちしていますが、強肩が売りでパンチ力がある打撃も魅力。年俸は4500万円で C ランクとお手頃です。何よりも原監督の母校の後輩でもあります。そして C ランクという条件と第3の捕手を求める巨人にとっては、喉から手が出るほど欲しい存在ではないでしょうか。またオリックスに西武森友哉が移籍ともなれば、出場機会は激減することも考えれば、待遇の良い巨人への移籍も視野に入れることは考えられるでしょう。そんな伏見の去就はどのようになっていくのでしょうか。 DeNA 峯弘樹。セリーグでは DeNA の峯弘樹に注目である。今季は自己最多の93試合に出場している。8年ぶりのサヨナラ打を放った6月30日の阪神戦など、何度となくお立ち台に上がる充実のシーズンとなった。三浦大輔監督も残留を熱望しているとされるが、 FA 権行使についてはゆっくり考えると胸の内を明かしている。ここで名乗りを上げていると噂されているのがソフトバンクである。ソフトバンクは今年11月で30歳となる甲斐に次ぐ2番手捕手がうまく育っておらず、渡辺、牧原、匠ら打撃が魅力の若手も捕手としては成長途上。先発でも途中出場でも経験のある峯が加われば、甲斐の負担を軽減できる。FA 市場に出てくる捕手の価値は高く、移籍の際の人的保障が不要な年俸 C ランクであると見られることも大きなポイントになりそうだ。正捕手の甲斐に次ぐ第2捕手として峯の動向も見守っている。またソフトバンク東浜とは沖縄尚学校とアジア大学の1学年後輩にあたり、沖縄バッテリーの復活もありそうだ。そんな峯への去就はどのようになっていくのでしょうか。いかがでしたでしょうか。捕手は異質のポジションです。新しい環境で投手と信頼関係を築き上げるのは時間がかかる。 FA 移籍したことのある捕手たちから話を聞くと、守備面に精一杯で打撃に頭が回らなくなると口を揃えて言います。各選手ともに残留すれば、これまでの信頼感を勝ち取っていることからも、多少状態が悪くても我慢して起用してもらえます。そんなリスクを背負ってでも主力捕手たちは FA 権を行使して移籍の道を選ぶのでしょうか。これからも FA 権行使する4人の主力捕手の去就には注目していきたいですね。このチャンネルはこれからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方はいいねとチャンネル登録をお願いします。